皆さんこんにちは。ハーモニカ奏者の西川です。今日の233回目はこんにちは赤ちゃんですね。中村知大と栄六助のね、あのゴールデンコンビですよね。あの八大に子供が生まれた時に、作られた曲のようですね。これはやっぱりあの時代が明るい方向を求めていたということもあったでしょうね。選抜の入場行進に使われたりしました。アレンジのことはまたあの終わってからしましょうね。こんにちは赤ちゃんね。みんな元気出しましょうね。それではまた明日。